お疲れ様ですまあ占いね占いって当たるも発見当たるも発見って分かってるはずなのにもしかしたら何か分かるかもっていう期待で、まあ、占い師のところに行っちゃったりねそれから占いのコーナー見たりとかまあインターネットで無料で占いみたいなのもありますんでねそういうの見てやったりしますよね、まあ、占いのいいところって本当なんかこう外れても別に罪に問われないっていうかねただ信頼を失ってリピートをしないだけっていうところですからね まあでも当たらなくても参考になるっていうことでずっとねリピートしてくださる方もいたりとか様々ですよねで占いによく似た言葉でカウンセリングってあるわけですよあのカウンセリングもいい加減な人がいるわけですよでもいい加減な人なんだけどもそれがね、えーまあ、相談者さんにとってみたらちょうど良い加減っていう意味のいい加減っていうのも捉えられるわけなんですよ パシッと100%これですって言ってくれるカウンセラーさんなんていないですからね。やっぱりカウンセラーさんのアドバイスとかをもとに自分がどうするかって結局最後は自分がどうするかっていうことに任されているんでコンサルもそうですよねビジネスのコンサルだってどうすれば儲かるかとかねダイエットのコンサルだってどうやったら痩せるかっていう方法ははっきり言って聞きに行かなくても誰でもわかるわけですよ。でもそれを実行できないから困ってますって言って本人次第ですよね あなたが頑張るしかないですよ。その通りなんですよね。最終的にはそこなんですよね。だから言ってみれば占いもそうですけども占いって突き詰めていくと統計学だそうなんですよ。だからそうなる確率が高いよってことを占い師の方が教えてくれるということなんでじゃあ高い確率に向かっていくのか低い確率の方に向かっていくのかそれは相談をした人が自分で決めないといけないってことですかね。うん。あの FX もねやっぱりね確率論なんですよね。 こっちの方が高い確率で勝てますよって言ってもそうじゃない時もあってそうじゃない時をお秀逸に見抜いてですね今回は確率の低い方でいってみようかなと思ってそれがうまくいくからだんだんこう差別化ができていくってところもありますからねうんまあでもそもそも何によって時給を決めるかっていうと人間の時間ってすごい高い商品だと思うんですよでも例えばコンビニのバイトっていうと 作業に対していくらっていうふうになんか感じちゃうんですかね。本当は1時間800円とかね、決まってて、じゃあ1時間800円なら10時間8000円じゃないですか。100時間8万円じゃないですか。100時間8万円で果たして売り渡せるかなと思うと、私はちょっと今の感覚では嫌ですよね、うん。もっともっと話を大きくすると、寿命1年を 1>, 1億円で買い取るよっていうふうに言われて、1年の寿命を1億円で売れるかなと思ったら、結構悩むなと思いますね、私はね。うん。いかがですかねもっともっと極端な例で、たくさんあるんですよ。なんかね、手を1本切り落として、1億円やるけどどうって聞かれて、やっぱ嫌じゃないですか。で、そこで聞かれるわけですよ。じゃあお前の手は1億円稼げるのかっていう風にね。うん。 でも稼げなくったって手は失いいたくないんですよねそれと同じように稼げなくても時間は失いたくないなとなんか単純比較できないところがそこにはあるのかなと思いますけどねはいじゃあ今度以上です